おはようございます7月9日金曜日朝4時47分です湿度がすごいななんかムワーっとしてます気温はまあちょうどいいぐらいですねとにかく湿度がすごい昨日は1日本当よく降りましたね特に未明から降り始めた雨がすごい豪雨で大変なことになってましたあと雷もすごかったですね 雷の影響でどうも電車が止まったようで、もう朝の間とにかく渋滞がひどくて、いつも30分ぐらいで行ける場所まで1時間半かかりました。で今日はこのまま天気上がるのかな？ちょっと予報まだ確認できてないんですけど、ちょっと週間予報見たら今週日曜ぐらいまでずっと雨マークになってて。 来週あたりからは晴れ間が続いてたのでひょっとしたら梅雨明けになるかもしれないですね、まあ、早く梅雨が明けてほしいそれではモーニングコーヒーいただきますアイスコーヒーですああうまい 今日撮影に使っているカメラは、とりあえず今のところは α7S3 に、レンズが G レンズ 20mmF1.8、でマイクはゼンハイザーの MK200 を装着して、今のところ撮影しています。一応、今日の予定ですが、午前中に実は、えー、一昨日注文した新しいレンズが届く予定になっています。ちょっとまだどのレンズ買ったかっていうのは、ここで伏せておきますが。 新しいレンズが届く予定になっているのでおそらく午前中に届くかと思うので届き次第ささっと開封をやって早速使ってみたいと思いますいやなんかやっぱり新しいカメラだとかこうレンズ買う時ってなんかちょっとわくわくしますよね非常に届くのが楽しみですで今回購入した新しいレンズですがうーん S3 ではなくて α7C に装着して、えー、試し撮りしようかなと考えています。というのが今回購入した、えー、新しいレンズ、えー、このレンズの出来次第で近々発表される予定の新しいソニーの APS-C カメラ ZVE10、えーね e、を買うか買わないかというのを決めようかなと思っています。 というのでもうほとんど答え言っちゃってますが今回購入した新しいレンズっていうのは APS-C 用のレンズになっています、まあ、今うちには APS-C 機がないので、まあ、α6600 だとか α65006400 あと5000番台もそうかな今そういったカメラがないのでとりあえず試しに α7C を6000台のカメラ APS-C 機に見立てて撮影していこうかと思っています。 十一時過ぎになりました。ついさっきこれが届いたので早速開封やっていきます。いやーもうついさっきまでもう大雨と雷ですごいことになってたんですけどその大雨の中、えー、佐川さんがな佐川さんが届けてくれたので早速開封やっていきます。佐川さんありがとうございます。ドキドキ。 いやー、やっぱりね、朝も言いましたが、まあ、カメラだとかレンズといった新しいものが届くとやっぱり嬉しいですよね。それではいきます。せーの、じゃーん。今回購入した新しいレンズはサムヤンのレンズになります。そういえば、まあ、サムヤンも当然初めてなんですけど、ソニー純正以外のレンズ、なんか社外品のレンズって実は初めて購入したんじゃないかな。全く記憶にないんで。 パナダとかソニーだとか、まあ、いろんなカメラ今まで使ってきましたが純正以外のレンズを購入したのはこれが初めてですねシグマも買ったことがない初めての純正以外のレンズ購入になりますで今回購入したこのレンズですがサムヤンの 12mmF2.0F2、まあ、っていうことでまあまあ明るめなレンズなんですがさらに APS-C 用の E マウントソニー製の E マウントレンズになります 時間ももったいないので、ささっともう開封やって、もう実際に装着して撮影したいと思います。んなんだなんかカード。あ、ちゃんとケース付きですね。こんなケースに入ってきました。こうケースと、あとは、えっ、ー、と、取説になるんですかね。こういった取説が付属してきます。あとはもう、からですね。 それではケースからレンズを取り出していきましょう。これケースね、まあまあしっかりとしたケースですね。はい、中出てきましたが。あ、軽いな。お、かっこいい。渋いな。本当にこうシンプルな。で、疾患はね、これプラスチック製ですね。やっぱり価格が安いということがあって、え、材質。 表面プラスチック製になっていますただね、見た目めっちゃかっこいいですね。で、レンズ部分。表がこんな感じ前玉がこんな感じ。ちゃんとフィルター装着もできますね。で、これ、フードが、フードが、あ、本当だ、フードなんかね、調べてたらこう逆付けできないっていうようなことになってたんですけど、ちゃんと、やっぱり逆付けできないですね。 あ非常に軽量コンパクトなレンズになります。で今までこのサムヤンの 12mmF2 っていうレンズ、実はオートフォーカスのないマニュアルタイプっていうのはあったみたいなんですけど、そのマニュアルの 12mm を AF 化した、オートフォーカス化したレンズがこのレンズになるそうです。ちょっとね、あんまり詳しくないので、細かく説明はできないんですけど、 6月二十何日、まあ、10日ほど前に発売されたレンズになります。現在 AP S、APS-C 機を所有してない関係で、まあ、レンズも APS-C 用って持ってないんですけど、サイズ比較っていうことで、えっと、これ、フルサイズ用の G レンズなんですが、24mmF2.8、これと比較した場合にこんな感じ。 ちょっとやっぱりサイズ的にはこっちの方が大きいですね。ただね、軽さ、重さはね、ほとんど変わらないですね。持った感じ、ほぼほぼ同じぐらいの感じがします。大きさ的には、えー、今回のサムヤの方が二回りぐらい大きいですけど、やっぱり材質がプラスチックっていう関係なのか、重さはね、もうほとんど変わらないかと思います。それでは実際にこのレンズを使って試し撮りしていきます。で今 AP、APS-C 機がない関係で、 使用するカメラはアルファ 7C になります。6000台のカラベナと比べると少し大きくなりますが、まあそこまで、ね、大きなサイズ感の違いないかと思うので、でこのカメラを使って撮影していきます。どこだあ装着感。このね、カチッと感はかなりいいですね。おサイズ感もめっちゃいいな。これ、アルファ 7C にも合いますね。 6000だとか5000台のボディサイズでもぴったりのサイズ感じゃないでしょうか。かっこいいな。あそれとね、今ちょっと気がついたんですけど、ここにね、この赤いリング、こ,こうした方がわかるか、ここに赤いリングが見えるんですけど、これ正面からじゃないと見えないですね。横からだとか後ろからでは全く見えないんですけど、前側から見たときに、この赤のリングがちらっと見えて、このちら見せがめっちゃかっこいいですね。し は、ね、ほんとプラスチックなのにプラスチックを感じさせないこのデザインめちゃくちゃかっこいいな気に入りました前回の動画で紹介したデスクスタンドの今上に α7S3 を設置していますで前回の動画の時は 24mm を使ってたんですけど今日は 20mm を使ってる関係で、えー、かなり広角に映ってるんじゃないでしょうか多分ねここの時計が昨日は こ,この辺りぐらいまでしか映ってなかったと思うんですけど、やっぱり 20mm かなり広いんで、もう全体入ってますね。時間までちゃんと映ってるかと思います。まあ、それはさておきですが。えっと、今装着したこれ。サムヤンの 12mmF2 のレンズなんですけど、サイズ感ね、やっぱめっちゃいいですね。実際にこっちに切り替えて撮影してみようかな。まあ、とにかくサイズ感がね、めちゃくちゃいい。 で、α6000 台だとか α5000 台の APS-C 機に合わせてもね、かなりサイズ感いいと思います。というわけでカメラを α7C に切り替えました。レンズは届いたばかりのサムヤンの 12mmF2 になります。さあ、オートフォーカスどうでしょうか例えば今ここに AF は合ってるんですけど、ちゃんと。 じゃん。お、結構早いんじゃないかな。ちょっとブリージングが若干気になるところですけど、まあ、このあたりはもう許容の範囲ですね。まあ、レンズ内手ブレ補正がないので、どうしても手ブレ補正はカメラのボディ側の方に頼るようになるんですけど、まあ、それはね、 ソニーの手ブれ補正、まあ大したことないんで、まあどっちでもいいんですけど、次に発売される ZV-E10 にはおそらくアクティブの手ブれ補正入ってくると思うので、まあそこそこ使える手ブれ補正になるんじゃないかなと思います。で、あと、アクティブにした場合に、どうしても多分20%ぐらいクロップされるかと思うので、今実際、 使っている、今映っている、この画角よりは少し狭くなるかと思います。これ多分ね、20ミリより今広いんじゃないかな。え、12ミリということは、いくらになるんだ ?18 ミリ。18ミリで、今若干 4K30 フレームにしているので、クロップされているんで、今だいたいこれでね、フルサイズ35ミリ換算でいうところの20ミリぐらいになっているかと思います。はい、引き続きアルファ 7C で撮影しています。 前回紹介したスタンドの上に今立てて自撮りしてるわけなんですけど、まあ、さっきまではね、この α7S3 に G レンズ 20mmF1.8 を装着して、こっち側から今撮ってたんですけど、ちょっとね、画角比較しただけでも、やっぱ広いですね。まあ、このレンズ 20mm で、こっちが一応換算 18mm っていうことになるんですけど、やっぱり少し広角になるので、こっちで撮ってた時よりは少し広めに映ってますね。 このね、この辺ぐらいまで映ってますね。さっきね、この時計のちょっと上ぐらいだったんですけど、もう少し上の方まで、そしてこっちのね、下の方までやっぱ映るようになってますね。うん。画角的に結構使える画角だと思います。F2 っていうことで、まあまあ明るめのレンズなので、また暗所テストなんかもね、引き続きやっていこうかと思います。そんなわけで、今からお昼は職場で食べて、午後から仕事して合間に、 もう少しこのレンズ使って撮影したいと思います。なかなか仕事が立て込んでて撮影する時間取れないんですけど、外出たついでちょっとだけ撮ろうかと思います。今 JB64 ジムにの中にいるんですけど、やっぱ広いですね、このレンズ。換算 18mm、35mm 換算でいうところの 18mm にはなるんですが、そこから、 アルファ 7C の場合、4K30 フレームは少しクロップされた状態になっているので、ま、20ミリから21ミリ相当画角になるかと思います。それでもやっぱ広いな G レンズの20ミリで撮った場合ね、ここまで広く撮れなかったと思うんで、やっぱり少し広角気味のレンズになりますね。で、ちょっと喉乾いたので、ここ。網までアイスコーヒー買ってきます。アイスコーヒー買ってきました。 それではいただきます。ああ、うまい。フォーカスどうですかねさっき、キャンピングカーの中で試したときは結構ね、まあ、もちろんあの、ボディ側の方で、オートフォーカス、AF の速度っていうのを変えれるんですけど、まあまあね、早いですよ。うん、いいんじゃないかな。あんまり時間取れないので、ここの、 カメツル公園で書いて、企画公園って言うんですけど、ここにやってきました。あ、ちょっとポツポツ雨降ってきたな。これぐらい広角に撮れたら気持ちいいですね。いやー、広い。レンズ内手ブれ補正がないのと、α7C 自体の手ブれ補正が非常に弱いんで、乱暴に歩くと結構揺れると思うんですが、できるだけ揺れないように、そろりそろりと歩いています。次に発表予定の、 ZVE-10。あれにはアクティブ手ブれ補正が多分ついてくると思うんで、そこそこ使えるぐらいの手ぶれ補正になるんじゃないかと思います。若干画角がクロップされるのがね、ちょっと困るんですけど、画角クロップしなきゃいいんだけどね、実際今のこの画角よりは少し狭くなるかと思います。 片手持ちで自撮りしてみます。右手をね、軽く伸ばした状態ぐらいで今こんな感じです。さすがに、広角っていうだけあって、これ画角的にかなり広いですね。顔があんまりこうアップにならないのがいいです。で、今これが F11 ぐらいですね。ちょっと絞った状態なので、後ろボケてないかと思いますが、どんな感じでしょうか。ちょっと暑いな。周りに誰もいないんで、ちょっとマスク外します。めっちゃ蒸し暑いんですよね。 うん。いいな。とにかく、レンズ自体が軽いのと、あと、α7C 自体も軽いんですけど、α6000 シリーズといった APS-C 機自体が非常に軽量コンパクトなボディになっているので、この組み合わせ本当ね、使いやすいかと思います。自撮りする人にはね、ほんといいんじゃないかな。Vlog には最高だと思います。 今エンジン切ってるんでめっちゃ熱いですね。汗ダラダラなんですけど、もうアイスコーヒーがない。で、今日届いたこのサムヤンの 12mmF2.0 ですが、APS-C 機用ということもあって、非常に軽量コンパクトなのがいいですね。そして F2 とまあまあ明るめなレンズっていうのも使いやすいかと思います。今までソニーになかった、広角で明るいレンズ、そして軽量なレンズっていうのがね、そういった意味でも、 かなり気に入りましたまあ、まだまだ少ししか使えてないですけど今のところ、えー、かなりの好印象ですまた明日以降も、えー、使って何か気がついたことがあれば、えー、また動画の中でお話ししていきたいと思ってますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますで、今日はもうこの後仕事かなり忙しくなりそうなので、えー、本日の動画以上となりますまたコメント等、えー、感想等、えー、聞かせていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いしますそれではまた